ぴょぴょん。今日から部活だった。あのね、うちの部活、うちのっていうか部活、なんか先輩遠征に来いって言われたらしいで。オンライン役しかの応募方法教えて。どうなんだろう。オンライン握手会ってさ、どうやってさやるの？ CD 買うんだっけ？ CD 買うときに多分劇場版の CD をやって、わかんないやって、その時に一緒にやるのかな。あ、わかんない、もう私わからない。それの前髪ちょっと伸びてきてる。しぶちゃんハンド部です。自分で調べましょう。教えてあげましょうよ。どこが、今日仕事あれなのかな、仕事話したい時間帯の CD を買うんでらしいです。仕事始めいつですか皆さん。花さんの握手券は4枚最高。ジバルデイズの時かな、小倉の。なんかさ、ピョンってなるのが嫌なんです。わかりますか。今日から、あ、間違えた、今日まで私はお休みです。明日が仕事始め。明日の公演が仕事始めです。嫌なんだけどマジで。これ何なのこの子。このさ、前髪だけ私巻きたいんですけどね。そう、今月すでにリセット公演。あとさ、千秋楽まであと本当に片手で数えれるぐらいしかないらしいので、今のところのやつは全部出れて嬉しいです。そう、あとさ、ミナのさポジションがさ、あれじゃん、あれなんですよ。今っていうか、もともとソノさん、ヨリさん、エレナさんだったんですけど、サノさん卒業されちゃって、ヨリさんも前クリナさんがやったポジションでレギュラーっていうのあれだから、エレナさんしかいないんです。エレナさんと私、ヨリちゃん宿題終わるまで調べなきゃ見ないって。いや、ミナもさ、ヨリちゃんからキングダム借りたんだけど、まだ一個も読んでないんだよね。ここだけの話。レサートあと1回は行きたい。今ね、いつ12、13だよね、多分明日の次とか。12、13は12が栗野さんの生誕、めっちゃ嬉しい。栗野さんの生誕に出れて本当に嬉しい。私はでもあれなんだよ、
言っていいのかな、やっぱちょっと言わないとか。そう、前ご飯にね、クイナさんと2人でね行った時があったんですよ。連れてってもらった時があって、握手会終わりに、オンライン握手会終わりに連れてってもらったことがあって、でその時にチラッと言われたのよ。そう、出るかもーって、でうんって思ったんだけど、お評価ちいいね、これめっちゃすっぴんよ私。あ、唇はさすがに塗ったら血色ないと漏れないから、顔はだから唇塗るだけで変わるんです、わかりますか。そう、クイナさんです。今回オンラインに行って私の誕生日も重なって、私のことを応援さんも応援してるし、え、いつなの、いつなの、その日買った。なんかさ結構さペーがさクリナさんのこと好きってのはさ、もう何あれじゃん、有名っていうかさ、あれじゃんね。そう、スピン、顔が白いのは多分光かも、自然光とラがライト、もうペがココペね、ココペがさクイナさんのことをさが好きなのってさ、もう有名じゃん、有名っていうかもうあれじゃん、わかる、言いたい、わかる、わかってほしい、わかってほしい。だから多分マネージャーさん公認になってきてるのよ、マネージャーさんもそれを知っとるから、なんていうの、この前のさ MC でもあれだったじゃん、いやみんなオープンしてないけんさ、そのリノさんが好きっていうのはあんまりオープンしてないの。いやペとかには何普通にもうなんかね、ペはペがクレナさんのことが大好きっていうのみんなも知ってるし、みんながリノさんのこと大好きっていうのもペは知ってるから、もうほぼ 恋バナみたいになっちゃってるので、だから6期のあれだ、多分ロッキーの中だ、だからさ聞いて、あのね、みんなねめっちゃマウント取ってくるの。だから初めの頃とか前座ってさ、あの公演にまだ今は結構みんなアンダーデビューしてるけど、あんまアンダーデビューしてない夏休みとかさ、前座リセットの前座に出る時にこの前あったのがリンリンリンかとかハンちゃんがなんか、その前座の時にリナさんが写真撮ってから撮ってたから写真撮ってくださいって言って写真撮った写真を見せてきて、みんなになんかマウント取られて何みたいな感じになっちゃったんだけど、そうで、でもみんな別にそのロッキーの中では多分知られてるけど、オープンはしてるつもりはないの。 MC でも、MC がちょうどね前半中盤曲が終わって前半後半 MC がちょっと被らないんですよ、私。わかりますか、わかります。だから被らないからもうその話の話ようもないじゃん。で、あんなデビューの時もななかちゃんと一緒やったからそんなあれでもなかったし、そうで、みんなもまだ3回ぐらいしか出てないからさ、あれじゃん、んじゃん。だから多分ね、あのね、あれだと思う、マネージャーさんに知られてないもん多分、そもそも。マジペは本当にあのクイーンさんが好きってのが現れてるからさ、だから私公演中も全く全然近くにならないの。最初のリセットの最後のエンジンでおーってなるのの隣で、最後の紙テープが隣ぐらいと、あと洗濯物の煮え昔の童謡ってさ、歌うじゃん、
その時ぐらいなのよ本当に。だからペとクレナさんが近いかは知らないけどだけどそう、わかる。まあでもだから MC でさあれじゃん、そうなんよ。私さ、そのオーディションの時からさ、花さん推しってさ言ってるから、推しは花さんなので、みんなも推しは花さんなの、わかる。でもね、それをね言うとね、あの結構みんなクリナさんと絡みが多いんですよ、あの公演中のね。でミステイクのこれも同じだし、最初のとかだからあれなんだけど、あのね、そうなんだけど、はあっていう。マネージャーさん公認って強くないって思ったのよ。だからあのもう恥ずかしいけど知られていいかなって、悪いことはないと思うの別に、好きっていうの知られてね。私のお人たちが出るリセットに一応出てくれる、さすがにびっくり、ありがとう。運営さんもはなちゃんの推しやけんね、みんなと一緒に推しとるけん。そう、私のみなりの推しはマネージャーさん、これですか。そうじゃないのよ、6期生のマネージャーさん多分知らないから言ってみようか今度。あのはなちゃんって子がいるんですけど、みなりな推しなんですよ。ちょっとこれ覚えておいてください、多分いつかテストに出ますって。どうかそうっていうのをペに言ったのよ。もうあなたとクリナさんのあれはマネさん公認じゃないって。でもみんなはまあじゃあオープンしてないからさっていうの言ったら、わらわら www 書いてきてちょっと気まずいな。そうそうなの。そうなのよ。ひゅーちゃんに見せてみると嬉しかった。あと今んとこ3回だよ。ラッキーラッキーに言ってたけど、ヒントマンって会えた。マイカちゃんさ、アバター変わって誰か分かんなかった。これパジャマ GUGU 多分何回か来たもん。っていうのを言いたかったんです私、わかる。マジさあれじゃない、なんて言うと、だけどもクリナさんがリコピさんのこと好きっていうのももう有名な話じゃん。でもそこまで有名になるとなんかちょっと片思いっていうのも、あのクリナさんにはちょっと失礼になっちゃうんですけど、私ちょっと恥ずかしいので、それだったらペとクリナさんみたいにこうの方がいいと思うよ。はーちゃんこれなので代わりに視聴させてもらって、代わりにっていつもはーちゃん来る前に来とるやないか。いつもだいたいはーちゃんより早いよ、まゆかちゃん来るの。そう、これに関しては私の頑張り次第ですよね。そうですね、そうなんです。まあというのも明日はリセット公演です。年明け2023初公演、リセット公演で、2022の締めの公演もリセット公演。ドキドキドキ。いや、皆さんの MC が楽しみです。同じが良かったな、その前半後半 MC だったらまだ絡みあるじゃん。ヤッホーやって、いやこういうさ可愛いさ絵文字の使い方できん人やからできるようになりたいのよねっていう。ゆきちゃん仲良くなれますように。いやお話ししたよこの前、
3回しかねまだ公演一緒に出たことないんですけど、お話しした裏で、裏とかジグソーの前とかリハの時とかちょっとだけ、まあ、そんな深いお話でもないけどお話ししたよ。よかったね。マジほとんど使ったことない。なんかさ、使う人と全然使う、上手い人いるじゃん、絵文字の使い方。天性だよね、それってもう才能じゃんって思っちゃう。だからみんなさ、ツイッターとかさ書くときさ、何ツイッター書くときさ、ちょっと似たような絵文字の使い方になるじゃん、わかる？でそれにならないようにだけ気をつけてる。だから昨日のそのファンの方の画像をお借りしましたっていうのも、握手会ね、オンラインの、そうだからね、そうっすね、かぶらないようにめっちゃ考えた。これ変な組み合わせしてる、そうね、変な組み合わせしてるね。じゃあ私のツイッター定期的に見に来て。オッケー、何でも、もう全部見るよ。春菜とあのリップで話してるのも見るからね。じゃあ諦め、大晦日からバイト3人えー、ぐー、お疲れ様と思うかちゃん姫ね、もうめっちゃ嬉しい。13日、そう、12はまあクイーヌさんのあのね、そうクイーヌ姉さんの生誕で、13が姫の初リセット。みーさんも一緒に出るの初めてだと思う。ちょっともうちょっとマイク届かない。ゆいなの命、もうゆいなおもろいからね、これお気に入り。じゃあみんなも使おう。すすすすす、なんだって、すすす、なんだ、ファンの方の引用やりたくてやりたくてしたかった。本当にさ、だからさ、ファンの方もさ、こうエゴサしてたらやっぱ出てくるじゃん、そのワードとか入ってるやつでさ。だからもうそんな会話に入りたくなっちゃう、わかる？ストーカー、いや違います、違います、そんなそんなそんな恐ろしいことしませんよ私。この髪いいよね、このこれ、このこいつら、こいつら、あ口が悪い、こいつらだって。はやちゃん作った画像使ってるのめちゃくちゃ喜んで、喜んでしょ。でもさ、誰がどれがあの何だいたい、これってあの子が作ってくれたのかなぐらいの薄々だから、あのあれなんですけど、よかったです、ありがとう、ありがとうねって言っといて、作ってくれて。フルーツが多分、フルーツ好きなよな、いいな、あれそう、ゆいなめっちゃおもろいよマジで。ゆいなの笑い方が好きなっていう、あの子めっちゃおもろいよ本当に。そう本当に来ました、おめでとうございますって、おめでとうございます。あなたにリップ入ってきてもいいよ。あれやな、もう HKT になる前にさ、HKT 入る前さ、ツイッターやってなくてさ、ツイッターとか全くやってなくて、マジ無縁の人だったんだけど、あのマジ無、マッチで無縁の人だったのね、そういうツイッターと。だけど今になって後悔してる。その HKT 入る前のでスマホ買ってもらってから HKT になるまでのそのちょっとの期間だけでもツイッターやって、あの絡んどけば、あの絡んで楽しい会話にリプしたかったなっていう。いいの忘れたけど、オンライン飲みした。待って、めっちゃおもろいんだけど、いつなのかな、いつなのかな。えぐいちゃんとかリサッキーの話をするか、あるぞ可愛いエピソードたくさん。いいな、あはんちゃんといいな思ってた。なんかさ、このさ今ねスマホをね立ててるのよ。でさ、めっちゃこのリング照明のリング付きのね、あなんていうのあるんだけど、ドンキで買ったやつなんだけど、めっちゃこれさ揺れるのよ、私倒れるって、本当に本当に。
私見つけてよってなってから始めたね。こんな面白い人ばっかり。そうよ。あのでもさあれだよね、面白いよね、わかる。お宅の方って面白い。宣伝は追加たくさんしますからお願いします、お願いします。いつもニコニココロだよ。壊れた。こんにちはやって。リプもせずに突然いいからね。じゃあまゆかさんですみたいなさ出るんだけど、こっちに次の方みたいな。え、結構隠れるからねみんな。え、それのままあのみんなと話しないまま時間過ぎていくかもね。だからちゃんとお話しかけてねみんなに。渋みな。しかも目の雰囲気違うの。え、違う目。あ、ついてる？ついてない。なんだろうね。わかんないよ。やばい。ね、唇のさ皮がさ今ちょっとむけちゃってるの多分。痛い。こんにちは。はじめまして。最近渋い未来、渋い時代に目覚めたハマった。いいじゃないか。ね、待って見て、リカちゃんが2連ちゃんだよ。ミントマン食べたいで面白。リカちゃん2人いる。心もさ、心もさ、この心とさ、あのクリナさん牛の心ちゃんの2人って、お前多いな、同じ名前の方。そんなんだけいつもニコニココロスだよ3って登録してくれ。あ、いいよ、わかりやすい。それはわかりやすい。入ったばかりだから坂本龍ちゃん似てるなと思った。似てる？似てない？言う初めて。あの初期の頃ちょっと言われたかも、一瞬。例えばハナちゃんのショールーム、みなちゃんの壇上に並んだ時、そういう意味でめっちゃね頑張ったからね。あれ星投げ始まった、あ、なんだっけ、そうなんだっけね、 YouTube かなんか見てて、あ、もう多分15分前ぐらいには始まるだろうなと思って、44分40分ぐらいに見たの。 YouTube 見るのやめて、私もちろんうおーで、ガチでも最後まで見てない。チームでしか見れてないね。マヤカ行ってらっしゃい。え、あ、マヤカいらっしゃいますか。汗汗。いや今日さ久しぶりにね、今までスプラをスプラトゥーン3をね、なんだっけ、スプラトゥーン3をねずっと弟と同じアカウントできたのよ、上の方の弟と。でも新しくそのミナの元アカウント、ミナの何、上にさスイッチって上にこうあるじゃん、カウント。それミナのやつあったんだけど、任天堂なんちゃらに連携してなかったからスプラができなかったじゃん、わかる、うん、そう。それであの待って、ちょっと待って、コメ欄がもうない。もう案内取りました。よろしくね、よろしくね。え、ユーナのゼッケン来てくると、待って、おもろからやってるよ、みんな。前かぶりおいで言ったから、フェチケリオタクで、マヤカいるかなと踊って思う。ねえ、待って、これさ、本当にさ、マヤカちゃんって思わないんだけど、このアバター。何？変気持ち気？気持ち変えたくなっちゃったの？違う、急に。インテンドもない、そう、わかんない、なんかよくわかんないけど、なんかできなかったけど、みんなのアカウントでできるようにしてもらって、でまだ今日の朝とこの前だからクリスマスぐらいにしたのよ最後で。さ、何だから、まだレベルが5とかなの。でもさ、よく考えてみて、2日間、合わせて2日間ぐらい、2日間って言ってもちょっと飽き性だから1時間ぐらいしかすぐやめちゃうのね。まあ十分なんだけど、1時間で、だから合計2時間ぐらいで、2時間3時間でさ、何レベル5まで行くのって結構すごくない？ねえ、もうまやかちゃん
あかりさんの持っとる。え、あ、できた。そう、それでさ、何もなかったかのように話し始めるんですけど、そうで、それでレベル5でさ、いや違う違う、で最近その新しいアカウントでし始めてからチャージャーを鍛えてるんですよ。チャージャーって言ってもまあ言うて最初の方は若葉しか使えないじゃん。まあでも3時間かね、なんかもっとやってるかもしれないけど、でも全然してないのだから。でチャージャーやってるんだけど、多分チャージャーうまいかもしれない。でフリミナの今日のやってるあれはソファーに座って、あのクッションここに置いてソファーでこう体操座りして、でこの膝のところにこうやってスマホこう置いて、振り V を振り V 見ながら、振り V 見ながらやってたんだけど、それで振り V 見ながらで8切りよって考えるとすごくない？でさ、こうなんか出るじゃん、若ジャンカラの若者とか出るじゃん、そのあれでなんかランクみたいな。それさ、だいたいみんななんかジャンカラじゃないのよ、みんななんかもっと上のなんかちょっとキラキラみたいな感じなんだけど、その中で私レベル5頑張ってるんですよ。レベル5がレベル何十とかに混じりながら、バンカラか、ジャンカラじゃねえか、バンカラかで頑張ってるんですよ。え、すごくないって思っちゃった。振り V 見ながら、そうだから倒されたらその倒された時にちょっと一瞬思うんだって。キュン。だから足ちょっとガタガタしちゃうの、こうやりながら。わかる、ちょっと分かってほしい。そう、でも器用だねとか言われてるけど、弟はパソコンが置いてあったらパソコンで YouTube を聞きながら、ここにスイッチ、なんかねスイッチジョイコン外さないとね作動しないらしくて、ちょっと壊れて、パソコンこう置いて、まあ、いやパソコンこう置くじゃん、で横から見たらこうキーボードがこうあるじゃん、でそれでキーボードこう置いてあって、ここに机にスイッチを置きながらジョイコンをこう持ってこうやってやってるからね。ジャンカラー、カラオケ、ジャンカラーか、カラオケか。待って、待って待って、タワー来た、これタワーじゃないか、タワーか、タカさん。でこっち映ってないけどさ、こっちにある、こっち映ってない、でもこっちは映ってる、ほらタカさん。しかもこれちょっと高いやつじゃない、え、間違った、間違ってないです、大丈夫です大丈夫。えー、すごっ、ここにないけど、なんかどうやって、なんかさ配信で見てる側やったらこうやったら多分いけるよね。なんかこれ、待って、これどうやってあれするんだろう。でもこっちで見えてる。わあ、ありがとうございます。あ、待って、ほら、え、これこっちなんかね、ランキングも多分変、お年玉、お年玉なのこれ、やった、え、すごっ。でだからさ、え、これなんかバグってるのかな、これ待って待って、ねえ、あー、バグった、バグった、
あと1回バイバイになるね、一瞬ループ。どうなっとんだ。いや多分ランキングこれ違うよね。今こっちランキングさ、ランキングは壇上が違うのかな。マジ？ねやっぱり唇が痛いよ。なんで？マジでなんで？タカさんありがとうございます。ランキングで買おう。コンビニ時給2時間分。初めてだ。でもさ、このね後ろね、このコメントもちょっと固まってるの。ちょっと見せようか。ね。後ろは汚いの。みんな揺れてもないんだよ。ほら揺れてもない。ほらわかる？あーやべ、ちょっと待って、これをさ、え、落とすってどうやってやるの？ね、それな、なんかさ、こう縦にしたらさ、めっちゃさ汚い、ちょっと失礼ねえ、まいかちゃん、アバターの代わりに自由に入れてもらって。なんでやねん。じゃあみんな画面越しに入れてよ。ねえ、ほんとにやだ。この、ほんとにこの縦がやだ。このどうやってさ、これ一回落とすのかな。え、これ一回さ、トゥントゥン、こう二度押しっていうか、こうアプリをさ、こうやってシュッて消したらさ、配信終わっちゃうのかな、これって。終わるか。じゃあダメじゃん。とりあえず今ね、みんなのやつではヤスさんが1位で、2位がテルさんで、3位クジマスさんなのよ。タクさんどこ？でもこっちのこの何？壇上じゃない、なんていうと、こっちの何？こう列になってるランキングのやつは1位タカさん、2位ヤスさん、3位テルさんなんだよ。なぜ？見たいよ私も。どうしてどうしてだ。どうして？いつか治るかな。ま、時間が経てば。時間が経てばなんとかなる。うん。きっとそう。ってことで一回待ってみよう。Wi-Fi 変えてみたらいいのかな。うち Wi-Fi 2個あるのよ。違う方の Wi-Fi にしてみるとか。
ちょうど2万円のギフトで渋谷の顎がどういうこと？あ、こういうこと？おもろ。ほんとだ、あれだね、ハマるね。ここさ、あれ関係ないか、なんかそのオンライン追加で渋谷ちゃん無理かな。だって話そう話そう。さあみんなねえ、オンライン申し込んだよね。マスク、あ待って、てか来てるよ宝船。でもなんかね、コメントのね、これと被ってるの。このコメント一生消えない、壇上のコメント。申し込んだよね。いや、申し込んなかったらさ、ショールーム見てるのに申し込んなかったら、申し込んで、申し込んだよね。リチャキこ、リチャここより先にオンライン撮ったからとりあえず褒めてほしい。いや褒める、褒めるよ。はーちゃんに脅された、大丈夫、申し込んだよ。だってやった、申し込んでないなんて言えない。なんだって、みなはこの前のクリスマスコールでどこにいたかを分かってたのに、分かってたのに。なんだって そうよ、3月はさ、みなの誕生日が3月23日なんですよ。3月23日で近いのよ。まあでも、あの私が思うに、あの1枚じゃ足りんかなって。まあね、あのね、渋井さんは、まあ、こう分かるようにフレンドリーなので、フレンドリーだから多分初めてでも1枚じゃ少ないって感じるかもしれないよ。なんか心配だから、ちょっと緊張して話せるか心配だから1枚にしとこうっていうのも、いうのも、まあ分かる、気持ちは分かるよ、すごく分かるけどね。渋井さんフレンドリーですよ、わかります。だからもしかしたら1枚じゃ、まあ初めてでもね、なんていうの、足りない、足りないってか、あれかもしれないんですけどね。え、ツイッターで渋谷見たですか、タカさん。ツイッターで渋谷見たかな。え、シャブヨーがトレンド入りしとる、行きたい。あ、本当だ。わあ、ありがとうございます、タカさん。いいねしよう。ありがとうございます、本当に本当に感謝、めっちゃありがとうございます。しゅうちゃんは3枚、いいなは5枚、3枚9人。さあ皆さん、いや、あの私が思うにね、もしもみなが、みなさん側で渋谷みなちゃんって子がいたら、あのまあ買いますね、たくさんパパに頼んで。まあ学生だったらバイトとか、まあとりあえず、まあ、2、3枚は買いますかねぐらいな感じで。めっちゃ買わせる、ちょっとあまり良くない人だ私。あれ、だからマクドナルド新作です、了解しました。ちょっと後でマック行こうかな、うん、明日公演前にマック寄ってから行こうかな、うん、OK、 じゃあもう一度増やそう、うん、レアチンジレアちゃんリセットね。そうそうなんです、
そうなんです。オンラインしながら滑走する、すごくないそれって。宣伝上手、ただの買わせてる人だけどね私。確かに前他の子2枚でも物足りんかでしょ。手洗い買うの多すぎたとなった。そう。オッケー。一枚何秒だっけ？十何秒？二十秒ぐらい？わかんないけど。じゃあオンラインの時。ん？お誕生日オッケー。祝うよ。祝うからさ、お話ししない？お祝いする件お話ししない？お祝いする件。ハイドダシブリカ。やば。200枚はやばい。多い多い。前回3枚足りんかったから。最高。一瞬リナさんのルームに入った。リナさんって誰だ？クリナさんの方かな？イクノちゃんの方かな？イクノリナ。リナかわいい。明日から仕事、みなも明日から仕事。そう、会場行きたいよ。1枚10秒もない15秒、どっちだどっちだ。オンラインと違うのかなあれね、しぶちゃんだったらロキセイ。ロキセイ、とりあえずエグちゃんと言いますかね。エグちゃんとナナカちゃんとか。でもナナカちゃん緊張しそうだな、みな今こうやって同期だからさ、めっちゃ話すけどさ、普通のあれだと一般人やったらさ、一般人ってかあれだったら何歳離れと21、8歳離れとんのよ。びっくりじゃない。現地が10秒でオンライン15秒らしい。15枚でも足りん。とりあえず何枚、いやもう15秒だってよ。だから15秒だからどうする。あ、時差が出やすいからか。そうっすね。お願いします。現地、あ、でもみんなも10秒だった気がする。損害だった気がする。オンラインでサーフィン、ドルフィン、マフィンの一発芸質問らいいんですよ、ね、え、もうちょっとそれね、スズメの戸締まりみたいにね、お返ししますしちゃったからさ、ちょっと見てる人しかわかんないわこれ。そう、あれっすね、お友達のあれ、もともとお友達のネタでさ、そう50枚必要だよって。それを50枚必要よ、そうやってどうするって言われた。どうしてほしい。でも来週確かさ、クリノさんにさ100枚ぐらい買おうかなって言ったんでしょ。いや100枚じゃない、合計200枚。会場で30枚使うと意外と長すぎて言葉が出なかった。なんか気まずくならん、そしたら買いすぎると逆に気まずくならん。わかんないよね、ちょうどいいさ、その長さがわかんなくない。その時によって話題のあれも違うし、実際絶対話すことたくさんあるって思って買ってもさ、その時になると緊張して忘れちゃったりしてさ、無言になるかもしれないし。ハーフィンの日マフィンしたらめっちゃうまかった。マジ？じゃあまやかちゃん逆にやる？見るよ。判定。だからオンラインって話しやすいよね。どんくらいかわかるし。滑ったらやるから。なんか最高すぎて申し込み止まらなくて泣いてる。なんか泣いて。30枚でも部ごとに受けられたらちょうどよかった。確かに。加入前は現地でしかない。で、現地っても言うてないけどね。100万円くらいもしかんだ。30秒は限界。お姫分け願いして。マリアさんと、でしょ。ちょっと公開処刑しちゃうよ、みんな。だから、あれって言ってたね。なんかで見たけどさ、なんかさ、出てくるのよ。最近話題のツイートみたいな感じで。でさ、
なんだっけ、なんだっけ、マリアさんとクリナさんがジグソーの最後であれだからそこが好きって言ってたね。最後のペアみたいな、たくさん話してるくらいメンバーだったら多すぎてもそんな困ららしいですよ。でもゆうきとかに初期の自己紹介のモノマネとか披露してるんだけど、シルミナムにもやっちゃう。やっちゃってやっちゃって、モノマネいいよ、楽しみにしとくわ。練習しといてね、練習しといてね。初めては自己でも初めてはさ怖いもんね、わかる。喋ってる子だと、喋ってる子だよ私。ショールームのフォロワー3000人、えっびっくり、しゃくりが3000人やって、こう多分すごいんでしょう、知らないけど、わかんない、どんぐらいショールームのあれが普通っていうかどんくらいかわからないからさ、あれだけどすごいのかな。見てる見てる見てる、流れてくるからちゃんと見る、任せて。あのファンの方のファンしてるから、みんなサムライマックの期間、えポブデート挟んでるし食べたことない。ツイッター監視系だったら、えみんなもう知ってるよ、まやかちゃんがゆめきさんの誕生日に絵本を、え誕生日だっけな、なんかの時に絵本を渡して、バッグを渡すからなんか絵本を渡して、それをゆめきさんがショールームで読んでバンされたんでしょ。ゆめきさんでゆめきさんのショールームバンされたんでしょ。おなちゃんが、お花ちゃんが眠すぎて渋ちゃんの配信見れない、ごめんだって。さっきおったのに、お花のやつさっきおったのに、そのから最後までついてる。なんかさ今外すとね、おお短い、短くないっていう。短いな、なんでしゅうちゃんはいつ会場、いつだろうね。だからみんな、みんな会場、みんなが会場行けるようになったらさ愛してね、来てね。なんで知ってんの、えついてる、なんでかみんなもわからない、みんなもわかんないんだけど、なんで知ってるかわかんないんだけど、なんか知ってるよ。このさ髪の毛こっちないか、ね、記憶力いいね本当に、多分めっちゃ記憶力いいんだと思う、こういう前髪どうしよう。今日から発売だから、あ今日から発売、あそれってそれって言ってたのね、当たり前が切った、いや切ってない、切ってないけど短い、また短いからもういっそのことあげちゃおうって思ったんだけど、ま、巻いたからこうカーラーつけたらあれなんだよ。ひびちゃんのこと放ったらカスとダメだよ、そうよ。みんなだからさ、みんなのことについてツイッターとか配信しなくなったらどんなか分かるよね。ショールーム、その全然配信しなくなってくるのにショールーム来たら公開処刑するからね。うんうんうん、バーサル魂1年半前、あ1年半前、あマジで、なんだろうね、えなんか TikTok とか出したかな、あなた TikTok だとかいう気もするけど分かんない。でもそれをさ1年半前だっけ、じゃあみんなあれかな、まだ HKT 入る前に見たのかもしれない、印象が強すぎて覚えてるかも知らんけど、ゆいちゃん記憶力がいいのかな、なんかね、なんて言うんだろう、クリスマス公演の時さオンラインでマスク外した姿で来ると分かるので、マスクつけると全然分かんない。ちょっとここだけの話、マスク外すと本当に分からない、私ごめんなさい。いや分かるけどパッと出てこないの、名前が。オンラインはその名前出てくるっていうのもあるかもしれんけど、マスクがないじゃん、マジここだけで一つ変わるからね、ほら分かる分かる、オンラインより現地好きだね。
母ちゃんが言ってた。雨、それじゃそれ見たかもしれない。なんだっけ、いぶきさんオタクの中で有名なまゆかちゃんって言われてなかった？マジさ、めっちゃ思い出してきたよ今。ひゆちゃんの記憶に向けて剣と出てる。あんな印象強いゼッケンがあったらね。だから逆にそうかも、公演オンラインもマスクつける時もあったりしたらいいのかもね。どうなんだろう、公演マスクしてるから。でも分かる人は分かるけど、だから後からでもこの何どういう服着ていきますって言ったら、あ、この人知ってる人だ、知り合いっていうのもおかしいけど、知ってる人だってなるけど、パッと名前が出てこないっていうことがありますね。その際には本当に申し訳ございません。そうだから、そうなの、逆にマスク姿、そう、まあ多分オンライン撮るから楽しみにしてて、期待するからね。そんなん言われたら、明日の公園来る人手挙げて。犬かな、ゆみちゃんの話から申し込んできた。そうだって、やった。そう、わかる。でも逆にさ、そのファンの方もさ、メンバー結構事務所のそのお見送り用のマスクでかいじゃん。だからさ、でかいからさ、わかんなくない？メンバーのことも、誰かわかんなそう、わかんなそうだなと思う。はーい、だって。はい、ではその中で私のうちわとかを持ってきてくださる人、まあみんな持ってくるよね、もちろん。ショールーム見てるんだったら、見てくれてるんだったら持ってきてくれるよね。こちら持ってきてくれるよね。なるほどね。待ってる間にね。だから待ってる間に、あれこれどっちがどっちがとかなるけど、頑張る。マスクにリノって書いてあれば俺だ。オッケー。え、まだマナフィーさんでリノさんが好きだっけ？リノさんか。うんさん、はい、今日作ったよ。だってだって同じさ、唇乾燥、はい、だって。じゃあぜひツイッターにお載せください。ハッシュタグ渋井湊が、ハッシュタグ渋井ちゃんメールで、明日これ持ってきますとか、席の番号とかあれば、のっけてね。そしたらお見送りの時言えるから。公演お見送りはメンバー並んだうちに並びていく。でもさ、大体その公演のその最初の並びって右側の、右側、その湊地から見て左側だから、上手側は6期生メイン、6期生大体上手側に行くんですよ、最初の方に出てきて。でもさ、大体そういうのってさ、仲いい子とか出てくるじゃないですか、先輩とか。だからその時に分かるよね、あ、この子、あの子と仲いいから多分一緒出てくるよね。マリアさんと花さんとか。そう、席は当日か。1970年代ヤンキーです。だってヤンキーです、ゆびきさんのうちは。ででん、あ、明日楽しみやな。明日は公演の前にね、ちょっと予定っていうかあるので、パッとそれに行ってから、ねえ、CM いつも離れる。え、ねえ、一番最初のアンダーデビューの時多分リノさんとつもりだったよ。でもそれ以外結構ロッキーと一緒にいるから、ロッキーと出てくるのよ。そう、6期生と出てくるから、6期生も6期生で、え、みんな固まろうみたいな感じだから。そう、爆弾さんの時とかもさ、あれ6期生がね、多分一番最初に出ないといけないかなんかだから、多分公演の時もあれなのかな、どうなのやろな感じなのよ。そうで、
恋愛禁止条例爆弾さんは絶対一番最初なの。公園どうなんだろうね。でもこの前一番最初に行くなんちゃらかんちゃらって誰かグッとから喋ったんだけど、だから公園もアンダーもあれなのかな。くっついててくれたの。じゃあリノさんにもちょっと伝えください。あんさん本当にかわいい。そう、6期生並んでたのよ、4人。そう、ね、最初にね、2回目は真ん中だったんだけど、この前クリスマス公演は最初の方にいた、前の方だよ。あ、めっちゃ明日楽しみ、やば、びっくり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 、楽しみすぎて今日寝れないかもしれない私。いや最近私って言う、私って言っちゃう、私みなって言うけど、私っていう癖もちょっとついてきたのかもしれない。そう、めちゃ気づいたけど声が出なくても、みなも逆にあるよ、ファンの方をさあ、思い出したって言っても声がパッてなくて、劇場でお払うのか、一人称なんか変えたいってわけでもないけど、ミナって言うけら言うから、でも大きいたら30歳ぐらいになった時にさ、まだミナっていうのちょっとあれだなと思うから、やりなやめたい。そうなんだ、少年もやったんだ。ショールームやったんだ、わかんない。スケベにショールームのユーザー名、スケベにね、パルちゃんってね、パルちゃんだよって書いてくれれば間違いない。パルちゃんってさ、みんな中好きな人じゃなかった、覚えてるよみんな多分。だからプってると思う、びっくり。だから自分でももう最近、あ、もうやばい私、やばい、みんなやばいとかじゃなくて、やばい私になっちゃうの。いいことなのかもしれないけどね。みんなから、でみんなはさ、別に言うてあれだけど、自分で言った後にびっくりしちゃう。え、今みんな私って言ったみたいな。自分のこと私って言ったって思っちゃう。びっくり。本当に。びっくりしちゃう。だからなんかびっくりって感じ。なんかさ、最近公演前とか爆弾さんとかのさ、あれ、なんだっけ、メイクするときにさ、アイラインがさ、うまく引けないの。もう引けなくてさ、やばいの私、あーってなっちゃう。で、席番号ついてるから、姫にも伝えてください。わかりました。え、姫は知ってるの、レアちゃん、ラミオさんのこと。それから、ゆうか、あの人が西公園だよって言おうか。6世だけの公園ならだだつけてもいい。通常は認知されてるメンバー多いからはずいんや。いいやん、恥ずかしくない、恥ずかしくない。じゃあ他の人にも名札配っちゃう、紙に。西公園とかなるか、ロメオさん別所、他の言い方西公園はあの人だよ。でもね、覚えやすいのロメオさんって、おもろいしあれだから。
まうだになんか、まあ手作りうちはヘタピなんで、しぶりちゃんの名前だけどもいいですか。え、ヘタピでもね、全然ヘタピにねあんま見えないからね、ヘタピに見えないよ。なんかね、多分ね、みんなは多分ヘタピだからって言われても、もうそもそも作ってくれることが嬉しいから、持ってきて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 、ニキビが最近できてしまって前髪をまた上げるようにしてます。最近って言ってもこの1日2日なんですけど、ここがさ、キビができる、うん、本当に嬉しい。さ、結構うちわ作り大変じゃん、大変、時間かかるしむずいからさ、だからもうありがとうございますって言って、ね、3人分って相当じゃん。しおいちゃんが出てる子は2回入ってるけど、またアピールできます。明日来るんだっけ、ロニーボーイさん。どうしたも大量でした。まあそこそこって感じかな。でももらえましたよ。何円だっけな、数えてないけど。昨日半日かかった。それ結構かかるよ。あ、そっか。そう、なんか自分で作るタイプの人と、そのなんかアプリかなんかで作ったのを。お友達ね、ミナのお友達はこういうね、その子もオタクしてて、こういううちわじゃなくて、こういうなんていうの、名前をバン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 って書いたやつをうまく器用にカッターで切ってた。で切って、それを、ま、書いて切ったやつをこう持つ系っていうのかな、から、だからそれめっちゃむずいな。だからプリントアートもあるじゃん、プリントアートして切る、どっちにしても切るけど、買う家具タイプの方がむずいからさ、すごいなと思う。すごい、やばいなと思う、マジですごいよ。皆さんできないもん、自分作ろう、この前作ろうかなとか思ったけど、ココハとさ、富士のココハと作るみたいな話になったけど、結局作ってないもん、まだ。でもね、みんなは不器用って言われると多分そうではないと思ってる。だってお裁縫とかそういう系を得意っていうか好きやし、レゴとか、レゴをめっちゃちっちゃい頃してたから手先はいけるのよ、結構マジで。もうレゴめっちゃしてたからね、レゴガチ勢だよ私。絵は下手、うん、絵は下手です私。絵は下手。文字は何色でもね、その文字は後ろの内輪ってさ、こうあるじゃん、ここの色によって違うかも。ここが白、ここが黒だったら、元のあれが黒の場合は青の文字を白文字で書こう、白の線で囲ったら見やすいかも。それか白文字の方が見やすいかもしれない。逆に白だったら反対、白文字を青で書こうとか、あ、水色とかの方がいいのかな。みかんジュース、ね、あれだもん、なんか絵描いたらさ、あのリナにさ、小学生に小学生の絵って言われたもん。いや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 でしょ。
とりあえず明日が楽しみ。私は DIY 好きな人いるかな。明日の予定は寝る。いいと思う。でもミナのお姉ちゃんね、お姉ちゃんと弟2人で、ね、めっちゃ絵うまいのよ。でも結構みんなね、3人ともね、ちっちゃい頃から絵描いたらしい。お姉ちゃんとかちっちゃい頃から絵描いたらしくて、それね、顔描くときとかさ、どっから描き始めるの問題だよね、マジ。DIY とかさ、物作る人、作るの好きな人いないの？いないのみんな。いないの？ゲームもちゃんと見るよって。バチシ見てて。いつまで休み？学校。みんなさ、それがさ、分かんなくて。ちょっと覚えてないんですよね。やばー。でもいつだろう。9日まで休みかな。はーい。みんなも好き。パパとかも。パパとかも好き。だから今してる。ここと別にね、なんか民家じゃないけどお家買ってやってるらしいんだけど、すごい楽しい。超絶。まだ草抜きぐらいしかみんな自体をしてないくせに、はあ、草抜き。高校はハンド部と美術でした。剣舞できんの？できないんだけど。宿題はね、ちょっと今頑張ってるところ。一応頑張って。古民家リフォームなんて言うんだろうね。そう、糸島の方にお家買ってなんかやってるんだけど、トイレがやっと綺麗になったらしい。トイレも汚いっていうことで汚くないんだけど、今時のトイレになった。だって最近行ってないから行きたいな。美術部にスカートとかあるの？すごい。されてないんだけど、みんな美術部に。ねえ、なんで？昨日は理科をした。理科とちょっと英語。すげえな、器用だなみんな。なんかあれだな、ダンスを踊るって。なんかね、めっちゃね、公演見るんだけど、この前のハウステモスのデイライブとかさ、結構たみんな立ってたじゃないですか、確か。だからさ、なんだっけな、12秒とかさ、なんて言うんだろう、こう音楽流れたらさ、見てるファンの方とかも踊っててさ、すごっと思った。なんかノリノリでちょっと嬉しかった。コッペが水曜日チャーハン動画。マジやん。みんなも作ればよかった。マジかわいい。本当に困る。こっちどうしようかな。ダンス習ってくれ。習ってないよ私。
ダンス本当にマジで無縁かと思ったもん。富士の目標はね、そうマジ部長狙ってます。私あの富士の部先輩の座を奪います。奪うことが、伊吹さんって可愛いな。本当に可愛い。ちょいちょいしびちゃんこんちチャーハン、うまいよみんな。マジで行くんだけど、チャーハン作るの来週出そっかな。じゃあみんなもチャーハンのやつ。パスタとごいにかわいいよね、ゆびきさん。わかる、もうなんかモヤモヤしてくる。かわいすぎて、もうなんでこんなかわいいのって思っちゃう。かわいすぎて、なんだろうね、本当にかわいい、本当にかわいい。具は何にします？だって玉ねぎじゃない、やっぱこの前と一緒でいいんじゃない。玉ねぎ、人参、ハム、玉ねぎ、人参、ベーコン、卵、完璧じゃん。人参入ってないって言われてびっくりしてしまったな、私は。そう、まだ部長に手料理あげてないんで。明日何するの？明日私は公演です。楽しみー。やばー、楽しみすぎてちょっとやばい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 、楽しみすぎてやばい。めっちゃ楽しみ。楽しみなんです。待って、やばい、骨がさポキって言いそう。ああ。聞き始め、なんだそれ。書き初めか。そういうな、私多分ね、チャーハン部で地位低いんだよな、結構。で、まあ、なんだっけ、チャーハン、書き初め、書き初めってなんだ、習字？私習字得意よ。ちょっと得意って言うとプレッシャーっていうかハードル上がるからやめとくかな。あの小学校の頃にあった、夏休みで習字した、自由研究みたいな。うまいからね、一応私言ったけど、ガチ料理うまいと思う。なんかあるかな料理でもさ、あの映えないのよ写真、うまく撮れなくてさ。うまく写真が撮れなくてさ、いつ作ったかな。
ない写真。うわライチ食べたい。なんかさ昨日ね夜ベッド入ったら夜ベッド入ったらねあのだが急になんかハワイに行きたくなっちゃって、そうでなんかめっちゃ行きたくなっちゃって急にびっくりしちゃって自分でもなんでこんな行きたいと思っちゃってなんかえっと思っちゃってびっくりだよ本当に自分でもびっくりなんだけどめっちゃ行きたくなっちゃってどうしようと思って、でも絶対行ける時ないじゃん、行ける暇っていうかチョコケーキ作ると作りたいな。あちくわの磯辺焼き、そうハワイのアメリカン、そうめっちゃなんかねそのアラモアナアラモなんだっけなんちゃらモールたらいいのホノルルモールじゃなくてそこになんか行きたくてハワイの空なんか世界観が好きなのみんなアメリカのハワイのこのなんかイケ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 雰囲気わかる？めっちゃなんかさ良くない？良くない？みんなさ一番の思い出っていうかハワイで一風堂違うハワイで一蘭を食べたのが思い出。ハワイでね絶対福岡でも食べれるっていうやつなんだけど、みたいな磯辺焼き大好き、みんなが大好きちくわの磯辺焼き、ダメなんか違うのスパリゾートとかじゃないの、もう行くまでも楽しい。だから飛行機に乗ってなんか何時間とかあるじゃん、テレビ出るじゃん前のモニター椅子のでさ、あともうすぐかみたいな、あと2時間かみたいな言ってさ、で着くじゃん、着いたら着いたっていうこのワクワクがもうみんな大好きすぎて、行くたびに死にそうになってます、嬉しすぎて楽しすぎて、で毎日ホテルについてるプールに入ってワクワクっていう楽しいって、もう日焼けを気にしないっていう、でもそれなんか買い物とかするじゃん、ハワイにさなんかなんでクリームたくさん入ってドーナツとかさあるじゃん、もう大好き、もう好きって思っちゃって、もう大好き、もう何って思っちゃって、うん誰か連れてって私を行きたい。で前なんだっけハワイ島の方かな、ハワイ島の方のねホテルでプールの床に亀が描いてあったのよ、こう結構原寸大なんていうの、本物と同じぐらいの大きさでめっちゃリアルで、いつかこれが飛び出てきそうで足を食べられたらどうしようっていう怖さで全然プール楽しめなかったの覚えてる、そのプール原寸大か、全然なんか面白いじゃない、ずっと浮き輪でこうやってなったの覚えてる、マジでねめっちゃねリアルなのよ、びっくりよ。でしかもそこのホテルのエレベーターが多分香水の匂いとかがすごすぎたのも覚えてるってなった。沖縄も行きたい、沖縄行きたいね、いや沖縄行きたいな、沖縄行きたいんでさ、私いいね沖縄行きたいわ、え行こう行きたい、えなんかいいね沖縄行きたい、エレベーター無臭なんかね、そこみんなもう普段っていうかあれは無臭だった、
そこのとこだけ、そこのエレベーターだけめっちゃあれだった。あ、行きたい、旅行行きたい、旅行行きたい。どうしよう。ひじさんと。ひじさんに。あれかな。そう。な。行きたいですね。どうしよう。なんかさ、やりたいことっていうかさ、多すぎてさ、あれだな、旅行行くならないっすよ。で、みんなは、ななかちゃんにハワイに連れてってもらうから、みんなの二十歳に、二十歳になった時にみんなが。で、ハワイでお酒を飲むっていうのをマックで前話した、チラッと確か。だから連れてってもらう気で満々です。連れてってもらう気満々だからね、みんな。7年後、ななかちゃん28歳、やば、そりゃ慣れてるなって思うよね、そう考えたら。え、ななかちゃんが28歳ってどうなんだろうね。どう思う、ななかちゃんがさ28歳、どうなってると思う。想像がつかないよ、みんな。自分が二十歳っていうのよりも想像がつかない。なんかちゃんとしゅうちゃんの子、ちゅうちゃんは女3人、男3人。でもなんかちら、男3人もお姉ちゃんが今受験だからさ、あれじゃん、あの家にさいるとうるさいからさ、パパが連れ出してくれるんだけど。日本ね、それな、なんかさ世界美人100人みたいになるじゃん、ランキングっていうか。それでさ1位取ってるかもね。やばいね、いいな、18歳、意外と可愛い。みんなが二十歳だってよ、どう思う、どう思うって。私が二十歳どんな感じなんだ。ななかちゃんもともとモデルなのかな。でこの前ね、天神のななかちゃんとお出かけ行った時見つけたよ、マリンワールドの。ななかちゃんがモデルしてるやつ見つけて、ななかちゃんだ。どうする、こういうキャラになってたらどうする。私がみんな、おとなしくなってるかもね。今こんな話しとうけど、マジで想像がつかない。うわぁ、こういう時、あれが欲しくなる。どこともドアじゃなくてさ、なんだっけ。ね。どんな私になってるんだろう。タイムマシンか、タイムマシン。逆にこのままかもよ、意外と。うん、顔変わんないかも、私。でもみんなね、ちっちゃい頃のさ写真とか見るじゃん、めっちゃ顔変わってるのよ。
兄弟の中では一番顔変わってるって言われたママに。言われてしまった。でも自分で見るにはちょっと目がパッチリしたってぐらい、ちょっと人絵よりなのよ今は。末広でのなんて言うんだろう、分かんない。そう、栗山里奈みたいになってる、栗奈さんになってるかもね、みんな。でも栗奈さんの14歳の頃、13歳か、みんな13歳の頃のあの栗奈さんの顔がどんなんか知らないけどさ、どんなんなんだろう。でも何だっけ、 HKT の1年前ぐらいのさ、10周年かなんかの時雑誌があったじゃん、なんだっけ、その雑誌のあれでメンバーみんなの10年前みたいな、10年前は何歳でその頃の写真みたいなさあったじゃないですか。確か2011年は何歳で何どんな子でしたみたいな、そういうのでさ、クリナさんめっちゃ可愛くて、幼くて、ちょ持ってこようかな今から。日経エンタテインメント、そうそうそう、ちょっと持ってこよう。そう、めっちゃパジャマ。これのさ、めっちゃ可愛いと思っちゃって、もうだからさ、これ10年前デビューってすごいな。秋吉さん可愛すぎる、本当に。秋吉さんめっちゃ可愛い。やばくない、このさ、サエさんさ、マッチ美人よな、本当に。で、葉月さんめっちゃなんかかっこよくない、しかも真子さんかわいい、かわいすぎね、やばね、マリアさんめっちゃかわいい、てかやばい、見て見て見て、かわいいな、本当にかわいいな、やばくない、さ、いやさ、学校にこんな子いたらみんな死んじゃうんだけど、かわいすぎて。学校にこんなかわいい子いたら本当に死んじゃうんだけど、絶対死んじゃうんだけど。ねえ待って、めっちゃ可愛くない、マルさん。やばくね、このゆうひさんがさ、めっちゃ可愛いんだよ、可愛すぎん。で、そう、本題本題、このね、みんなね、このクルンさんもね、めっちゃ可愛すぎてね、大好きなの。このクルンさんが好きすぎて、本当にめっちゃ子供じゃない。でさ、クルンさんってさ、何、お顔がさ、めっちゃちっちゃいじゃん今も。だからこの頃のこれ見ると、あーちっちゃいんだなと思う。
かゆい、待って足がかゆい。いいなぁ、なんだこの可愛いの、なんか可愛すぎても何と思っちゃう。可愛いね、本当に本当に可愛い。見て古川さん、可愛すぎ本当に。すごいな、可愛い、マジ可愛い。どうしよう。わかる。そう、みんな可愛い。なんかさ、マジでみんな可愛すぎて、こんな子が近くにいたらみんな本当に生きていけないなって思う。こんなちっちゃい頃からさ、ちっちゃい頃からこんな可愛い方たちに挟まれたら自分に自信がつけないよって思う。でもさ、みんなのさ周りめっちゃ可愛い子が多いの、友達に。マジさ、小学校の頃とかさ、めっちゃ可愛いもんね。なんかね、やばくて、可愛くてやばかった、本当に。とりあえずやばかったです。さ、小学5年生でメイクしてるじゃん、ゆいなとか。みなしゃ考えられない。前小学5年生何してたって、もう何してたかいな、マジで。うわ、春菜やん、やっほん、春菜やっほん、あるね。消えずる、それ消えずるやろ。いや、みんなマジ消えずるよりドッジボール流行ったな。今は消えずるな気がする、どちらかというと。メンバーでドッジボールするか消えずるするかって言われたら消えずるだな、絶対。読み会でメンバーに囲まれて撮影、すごっ。あきおめ、あきおめ、ほんとあきおめじゃん。ね、みんなさ結構してるよね、もうショール。やば。私10年前7歳だ。2011年でしょ ?2 歳だ。2歳、2歳。2歳の写真とかあるかな?ほんとね。2歳ってどんなやろ。2歳。いや、幼稚園しかないよ。
2014年。で、何歳だから年、年長の春。顔違うなやっぱって思う。私も何、ね、かさ、いいとこが可愛くて可愛い。これ年長、年長か。へえ、あるかな。あ、いいやん、これめっちゃいいやん。ね、多分これも年長。うわ、この頃キャラおもろいわ。みんなこの頃から面白い、私って。見て、完璧やん。完璧やん、この子。ほら完璧やん。ガチ完璧すぎん。褒めてほしいもん、マジ。あ、待って、やっぱ変顔しかない。褒めて。この頃から、この頃からさ、面白いから今になって笑えるんだよ、みんな。わかる？そうよ。すごいでしょ、自分大好きやな。でもなんかね、ちっちゃい頃、今大きくなってさ、ちっちゃい頃の変顔してるし見たらさ、面白くなっちゃうよね。可愛いと思うもん、自分、ちっちゃい頃の自分。でもちょっとね、でもみんなが小学校の頃の写真を嫌い。幼稚園オンリーだな。幼稚園以下、いや2年生までいいかな。2年生過ぎると自分が大嫌いです。弟見せたいけど、可愛すぎて、弟がさ可愛すぎて見せたいけど見せちゃダメだよね多分。可愛い、本当に。そう、称号とかマジ無理よ、ガチで。メガネかけてる、メガネマッチブスよ。見せれない、これはさすがにって思う。さすがにやばい、ガチで。小6とかに太ってるもん、みんな。そう、だからオーディション番組なんで出るかわからん、マジ流出ってぐらい感じで。みんな出るとき発狂したもん、みんなテレビで見ながら。乗るって知らなくてさ、多分パパが渡したんだろうけど、あーって言ったもん、マジで。それをスクショしてる人が多分いるんだろうね、ギャオとかもさ、いるんだろうねって思う。タカさんまだいるかな。私マジぷっくらしてる。なんかね、コロナでさ、コロナ休みがあったじゃないですか。でそれまでも結構食べたけど、動いたの今考えると多分。あ、タカさんいた、書きます。動いたからあれなんだけど、コロナの時さ、外も言うて出てないから動いてないわけじゃん。動いてないしさ、なんていうの、なんだっけ、動いてないのにめっちゃ食べたからさ、めっちゃ丸くなってしまった。
だけどコロナが終わって身長が伸びて、まあちょっとマシになったけど、まだねあるんです。だから逆にそのコロナのやつがなかったら今どんな体型なんだろうって思う。あれ待って、髪なくなったかな。毎回やばい、めっちゃカスカス。そう、渋丸よマジ。丸いちゃん本当に。タワーってどんな絵文字だっけ？タワー、タワーの絵文字、タワーの絵文字。最高。あ、へったくさいよ。ちょっとやめよう。ちょっと自分の絵が下手くさすぎてびっくりしてしまった。失礼失礼。こういう時に絵心ないと死んじゃうよね。何があれかな。タワーってさ、なんかさあれなのかな。オンライン撮ったよ。誕生日会でもする。え、する、しよう、しよう、オンライン。いやー嬉しい。や待って、配信もう終わるで。もうすぐもう終わる。なんかさ、タワーベッド、どうしよう。なんか緑があるから緑でも使っちゃおう。オンライン引き込め引き込めでしょ。そうだね、かわいいや。今日何、今日って何、今日いつもかわいいからだよね。ですよね。なんかさあれだね、ちょっと待って、タワーの絵イラストとか調べてみる。自習、いや逃走中出てみてんね。サスケこの前やってたじゃん。なんかさ、サスケとかそういうの見てると自分もできる気がしてきちゃうよね。タムさん、タクさんやなくて、ちょっと待って、タイラスト。でみんなね、元があるとうまいのよ。習字習ったから、何かにね、お手本に真似るのは多分うまいんだと思う。やばい、充電が 13% しかない。ピンチピンチ。そうやね、無理なのは、無理なのは分かっとるっちゃん。そう、無理なのは分かってんだけど、でもさ、このさタワーとも違うよね。こういうスカイツリー系のさ、タワー、東京タワー的なタワーと違うけど、まあいいか。
やばい、文字と被るけど許して。ちょっと書き直しが入る。なんかやっぱあれだな、絵うまくやりたい私。タムタム、あ、そういうこと。あ、本当だ。あ、ハルタンいたのかだってよ。もうコメント欄でさ、あれだからね、あの友情の輪がさできちゃうから、うちの渋谷みなのコメント欄って。ヘラクスだけど許そう。引っ張ろう、渋谷さんの前。そうよ、引っ張ろう、引っ張ろう。ケーキ何味がいい？いいと思う。チョコケーキが好きじゃん。チョコケーキが好き。でも何でも好き、ケーキは好きよ。春菜が好きなやつにし。どうせ大半、半分みなは半分しか食べないけん。半分春菜が食べるっちゃけんさ。春菜が好きなやつにしよ。かゆいよ腕が。でもケーキだったら何でも好き。あのピスタチオとかナッツが入ってなければ好きっす。好き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 。タワー、あうーん、なんかハート書いとこう。ぽよんぽよんってふうしてね。ふうするとするとするとピスタチオ食べれないのよ私。ピスタチオとナッツ、アーモンドとか、くるみとかピーナッツとかカシューナッツとかピスタチオとか食べれないので把握しておいてください皆さん。ではランキングを読むよ。めっちゃ白くね。白い、美白やん。あー、渋谷美奈の底力。眉毛がさ左右対称じゃないのが嫌なの、私のコンプレックス。コンプレックスね。楽しみだね、楽しみ。あ、では2時間も配信してしまった。読みます。13位ロミオンさん、西公園ありがとうございます。12位がユウキさん、ありがとうございます。11位がリベロさん、あ、やべ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 、ありがとうございます。10位がマシューさん、最近ミナのことあれでしょ、気になってるっていうかハマってるんでしょ。
ハマっちゃって。ありがとうございます。9位がモンさん、13日当たりますように。8位がノッチさん、じゃあ明日会いましょうね。ありがとうございます。7位がウラさん、ありがとうございます。6位がカズオさん、ありがとうございます。5位がユッキンさん、ありがとうございます。4位がクジマスさん、ありがとうございます。3位がテルさん、テルさんも明日来るでしょ確か、ありがとうございます。2位がヤスさん、ありがとうございます。1位がだん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 、あれないないない、タカさんです。タワーかける2分ね、宝船みたいなあれやったから、ちょっと上を置いとこう。ありがとうございます。写真撮った？あ、ちゃんとね、ちょっと寂しかったからこの空白。ハートがプンプンプンってしてるよ。バイバーイ。では、ありがとうございました。私は明日がとーても楽しみなので。とても楽しみなので、まあ来れないって方も DMM に入ってれば、ぜひぜひぜひ、見てください。マジ楽しみ、びっくりするほど楽しみなんですけど、どうしてかな、なんでこんな楽しみなんだろう。フォローしたので待ってくれたら見に行きますね、だって。やった、ありがとうございます。今日買い物行かないかな、今日は買い物行きたいけどね、昨日行ったので。ではありがとうございました、皆さんバイバイ。あ、カーラーも外した前髪やってね、こんなん短っ。じゃあバイバーイ。また明日の方は明日。そう、最近はスクショしなくなっちゃいました。バイ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 。なんかさ、今日めっちゃ楽しかった。手とクリナさんの関係を私は見守ろうと思います。コールに言っとくね、圧かけといて。オッケー。え、コール来るんだよね結局、あの子ちょっと最初の方いたけど来るんだよね、あの子オンライン握手会。じゃあバイ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 。ね、もっと本当に明日楽しみ、どうしよう、みんな明日寝れないかも、今日どうする、寝れないかも、まあ、とりあえずいや来るでしょ、言っとくよ。ありがとう、春菜、春菜好きだよ、大好き大好き、ちょっと適当だよ、バイバイ、切るよ。待って、これ全然反応しないんだけど、あれ固まった、なんかさ、この天井も固まってるし、ここ全然わかんないんだけど。ちょっと待って。なんかできた。じゃあ、バイバーイ。ありがとうございました。See you。みんな絶対オンライン握手会来てね。バイバーイ。
バイ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 。